皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月21日木火曜日です。はい、ということで、おっと、ちょっとすみません、よいしょっと、はい、本日もですね、きゅうりの収穫作業を行っておりますが、ただいま昨日と全く同じ、はい、列に入っております。昨日撮影した箇所とですね、全く同じ列ということでね、はい、まあなぜ入ったかと言いますと、まあ、今日はね、つるおろし撮影しようかなと最初ね、ふわっと思ってたんですが、いやいやいや、今日はね、予防の日だと、毎週火曜日、はい、予防の日だということで、今日はね、できないなと撮影が、ということで、はい、昨日の続きですね。収穫の再現性というかね、昨日は謎の多収でしたけれども、まあ結局ね、蓋を開けてみると一ベッド一つとは言ってましたけれども、最終的に言えば、コンテナは20ちょいでしたね。なのでまあ一ベッド一つはなかったような感じです。一ベッド一つあれば29個というような感じですけれども、ね、でもね、やっぱりね、太り方がでかい、太い。加温器の設定間違ってるかなと思ってね、設定もう一回見てみたんですが、もうやっぱりね、はい、間違ってなくて、ただ加温器の設定より実際の温度が1度高かったのかな、というのも11度で設定してるんですけれども、加温器は実際のね、モニタリングというか、そのなんて言いましょうかね、このハウス内の別の温度センサー、開閉器を制御するための温度センサーですね、それは12度を示してましたので、実質ね、ギャップが1度あるなというところでした。もう一つのハウスと比べても、加温器のね、稼働回数がね、点火回数ちょっと多かったので、そういったね、センサーの計測の違いからも、ちょっとそのような傾向が出やすいのかなと思ってたりもしたんですが、ただこのハウスの話ですからね、なんていうかね、そのこのハウスの中で起きた出来事なので、悩ましいなぁ。パス。よいしょ。悩ましいやつのスルーがちょっと、じゃこれはどうだ。いや、なんか、パスでいいかな。この辺はもちろんパスだとして、にしてもやっぱりちょっとでかいよな。今日もね、はい、全く昨日と同じ条件ということで、プレストで撮影しております。ただ昨日ほどの、うわ、ハウス全体ぶっといぞという雰囲気はそこまで感じないなというところですけれども、昨日はね、もういずれの品種も、うわ、でかというような感じでね、なってたんですが、今日はそこまで、ここまでなると迷わないんですけどね。よいしょ。ねえ。ああいうやつ忘れそうなんですよね、一番下でね。これ多分昨日忘れられてるな。こういったね、しっかり見てるつもりなんですけれども。っていうか、この場所ってそういうことを話しながら、そういうことを話しながら収穫したような気がしますが、やっぱりそしたら育ってんのかな。よいしょ、こっちだな。で、昨日は冠水をしましたので、まあ、本来ね、昨日冠水したので今日の方がなってそうな気はするんですけどね。冠水後、本当ね、キュウリって水やりに、なんかな、受精さえあれば結構水やりに対する反応が強いというかね、水を与えたらすぐ太るようなイメージですけれども、キュウリが木が元気な頃ですね。どうかな、そこまで
ぶっといのが多いって感じではないですね今日は。ああただなんか樹勢のバランスが好きだな今のこのモリモリしててね、ちょうどよく感じます。混みすぎず混まなさすぎず。好みですね。このぐらいをねキープしたいなというのが私の理想です。まあ、ただなんだろう、ただの感覚ですけどね、正直このぐらいの葉っぱの量がなるとかならないとかそういうの全然私のね蓄積された経験値にはないので、まあ、なんていうかな、正直なんともっていうところなんですけれども、まだ本ズルの実があるよ。あーやつも忘れ去られそうな場所。あこれ花子ね、花子もうこれはまっすぐなりません。花子よいしょよいしょ、忘れ去られそうな場所にねでっかいのが。これぐらいだったら1日で太るな、忘れられるもんじゃないな。よいしょ、極端にぶっとこえないですね。昨日のようななんていうかな、やっべえなって感じはないですね今日は。ただ実の量は結構いい感じであるかなといった印象ですね。本当に極端な多収極端な減収はせんでいいから、じわーっとね取り続けてくれればいいんですけどね、楽ですしそれの方が。よいしょ、入った。蜂なんだ、変な虫なんだあれ、蜂じゃないな、ハエなんだろう、アブなんかな、これハエかな、初めて見た、なんですかね、ハエ、ハエっぽいですね。まあ、今日は予防の日ですので、はい、このハエさんには悪いですけれども、はい、殺虫剤とね殺菌剤散布しますのでね、まあ、特段病気という病気はね、まあ、ちょいちょい金閣が出るぐらいかな、ここ最近は出ておりません。あのショート動画を撮影していこうはね金閣はないですね。あの金閣はちょっとびっくりしましたけれども、それ以降は落ち着いてるかな。定期的にね防除してるのでそこだけは自信を持ってたんですけれども、あの金閣はねショックでしたね。よいしょ、あーちっちゃい、悔しい、ちっちゃかった、ちっちゃくないか、よし、オッケー。この細いやつが迷う、なんかね迷うんですよね。このぐらい太ければね迷わないんですけども、この細いやつね、うん、いい明日で細いの無理やりちぎってもね、ちぎる回数が増えるだけですもんね。よいしょ、よいしょっと、そういうのはいいやと。ああ孫ずるがすごいとこまで伸びてんな。オッケーオッケー、うん、このぐらいあるとねよしと思いますけれども、これねまだキュウリの実がある時期だからこのぐらいで済みますけど、やっぱりねどんどん実が少なくなってくる、玄関期に入ってくるとどんどんね自分の目もねちっちゃくなるというかね、取る基準ですね、どんどんちっちゃくなります。うん、ちょっとこれいっぺんにこの辺で取れすぎてるな、今2本の木から5本ぐらい取りましたけれども、そこまでなくていいんだけどな、1本の木1本ずっと1つの木から1本取り続ければね、それが一番いいんですけどね。こちらのハウスでね、だいたい24,500本ということで、24,500本取れればだいたい50ケースぐらいと、はい、
いうことでね、すごくいいんですけど、それが1日1本でいいんだけどな、きゅうりさん。なのでね、そんなに頑張らなくていいよと、まあ、なので実が多いということはまだ生殖成長の方が強い。どこがでもベストなバランスなのかっていうのは正直わかんないですね。2日に1本なのか、3日で2本なのか、1日1本なのか、ね、人間の理想と植物の状態としてのベストな状態というのはね、違うでしょうから。よいしょ。なんかいいんだろうな。よいしょよいしょ。まあでもね、話は変わりますが、良かったです。昨日ようやくね、この芯を上げる作業ね、全部終わったんですよ。ほう、そう、全部です、全部。今日からつるは下ろせるんですけれども、まだね、ちょっと今日予防なので今日は下ろしませんが、予防をして、で時間があればウィンドミルして、そうです、やっぱそこがミソなんですよね。やっぱりね、ちょっと練習に近い時間を使いたいんで、今の私はね、もちろんキュウリ優先ですよ、キュウリ優先だけど、もうね、ほんとその次、もうその次の作業はなんかそのね、運動関係につなげれればなと思ってるんですよね。時間的なロスはね、少ないんですけれども、やっぱランニング、ジョギングとかそういった筋トレはですね、やっぱりでもこのウィンドミルはね、まあちょっとロスしますね。やっぱりね、100球ぐらいは投げたいなと、1回のその練習というかね、そのね、それで思ってるんですけれども、やっぱりね、セットポジション入って、そして投げて、で壁に当てて取って、そしてまた構えてと、何も考えずに投げ続けるだけで意味がありませんので、やっぱりね、意識しながらいろんなことを投げないと、どうしてもね、まあ、無駄じゃないんでしょうけれども、あまり効果が期待できないと。練習の、もう私が今意識したいのは、とにかく球を動かす、でボールを低めに集めるっていうのと、ちょっと欲張ってスピードアップ、まあ、それをね、叶えるためにいろいろね、考えておりますけれども、前回良かったなと思ったのはね、ほんとちょっと自分の、まあ、壁を突破するじゃないですが、自分がこれは腕使いすぎだろうみたいなね、腕に頼りすぎだろうっていうぐらい、ちょっと腕を回してみるというのをしたらね、意外と足が筋肉痛になるということでね、もうこれは体を使いながら流れてるんだということを発見しました。まあそういうこともありましたので、よいしょ、そういうこともあったからですね。ちなみにね、ちょっとね、あっち側から取れそうな、大きいやつはね、あっち側から取れそうな実も取ってます。というのもね、大きいやつは忘れ物の可能性があるのでね、また忘れちゃいけないので、見落とししちゃね。ということでね、しっかり早めに取りたいということでね、大きい果実については、こちら側から見つけても取っております。まあ判断は自分判断ですけどね、自分の感覚の中での大きいですけれども、よいしょ。やっぱりね、こうやってちぎってきてますけど、こう戻ったらね、何本か絶対あるんですよ。角度を変えないとね、見えないね、見ていうのがやっぱりありまして、どこかにとかね、こうやって変な風に咲いてる葉っぱとかね、ほら、ここはない、ここはないって思ったところがね、怪しいんですよね。ほら、このうじゃうじゃの奥に、あ、ちっちゃいか、ちっちゃい、
あれだけちょっと大きいな。でこういううじゃってるところはね、怪しいですからね、要注意。明日以降も要注意ですね。ないよね、忘れ物ね。はい、しゃがんでみましょう。ほら、あった、あそこ。たまにしゃがむべきですね。たまにね。ああ、よかった。今日までは箱に入る。危ない、危ない。あ、こういうのはもう育たない。本ずるね。よいしょ。このイボがどんどん強くなってきてるようなやつはもう大きくならないので、太くはなるけど。よいしょ。木にね、ついたまま実が古くなっていきますのでね、もう早めにこういうのはちぎりますね。よいしょと、自分の右側を、もう最近上にも下にもまんべんなくなっているので、まんべんなく見ながら、よいしょ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 と、右側を、よいしょ。やっぱ一番下の段のね、一番下の段を同じ量取っていた時よりは全然楽ですね。最初のね、この辺の実をずっと最初のなり始めですね、あの時は辛かったですけれども、今はね、収穫暇はかかりますけれども、それは嬉しいことですが、そこまでね、もう腰を曲げなくていいというのはやっぱりすごくいいですね。よいしょ、よいしょ。あるかな、あるかな、あるかな。OK、これは OK、OK と、これも OK と、よいしょ。これは本ずるだから取っとくと、よし。もう大きくならないね、やっぱ本ずるの実は。なんでだろうね、なり始めの本ずるってすごい大きいんですけど、ある程度時間が経った時になってるこの本ずるの実というのはもうなり戻りなのかな、2回目の実。でもなり戻りじゃないな、1個しかないな、このキュウリとのこの節目、付け目、なんていうんですかね、ヘタ。よいしょ、キュウリとツルがつながるところ。よっこいしょ、よっこいしょ。いいっすね、お気に入りです、プレストね。え、あんなに最初ね、ほんとあんなに文句ばっか言ってたのにね、申し訳ない。ずっと文句言ってましたもんね、この品種の強すぎる、強すぎる、もう作らないとかね、誰がこんな品種入れるって言ったんだとかね。それ言ってないか、私ですが、はい、この品種にした経緯はね、よくつるおろしの方が作られているニーナ Z、 埼玉原種育成会というところのね、ニーナ Z という品種があるんですが、まあ、お米の方はね、コシヒカリとか日の光とか、まあ、そういう風に感じてくださると嬉しいです。まあ、その品種ですね、キュウリの。あー、悩ましい。ちっちゃいか、あー、ちょっとちっちゃい。それを作ってみたくて、というのもね、つるおろしの人たちがあれはいいよと、更新型の人たちがね、特に言うので、すごい気になってたんですよね。その理由は、更新型のつるおろしというのはね、要はつるおろしだけど摘心をしていくというね、言えばハイブリッドつるおろしですね。私の言うハイブリッド摘心という言い方を当てはめたとしたらですね、そう、つるおろしなのに摘心していくというやり方で、まあ、それでもね、ちゃんとね、芽が出るらしいんですよ。いいなと思って、逆にね、そういうのが適心に合うんじゃないかなと思ってやってみたら、今年ね、案の定すごいことになりまして、全てのね、子づるの節から孫づるが湧いて出てるんじゃないかというぐらいの、ね、勢いでブワーって枝が出始めてですね、もう管理が追いつかなくなり、ちょっと思考停止しそうになっておりました。であまりにもね、気が強くて、ちょっと私のやり方もダメだったんでしょうね。実の慣れ始めも遅くて、
これはダメだと思ってたんですけれども、まあそうだ、これはダメだとか思ってた品種がですね、今となってはね、一番取れる品種になってますので、実が。はい。コロッコロ意見が変わっているところであります。よいしょ。よいしょ。まあでもな、見えてる実がだんだん減ってきましたので、一度この実がなくなりそうな感じはありますね。ちぎり上げと言いますが、こちらでは。一度ね、このぶら下がってる実たちが、だいたいまあ収穫が終わって、なんだろうな、まあ木の回復じゃないですけれども、一度もう一回実を蓄えるまで収穫がないわけじゃないですが、収穫量が減ります。まあ、その状態になることをちぎり上げと言いますけれども、まあ、それを避けたくてね、ちょっとつるおろしのエッセンス入れてるところですが、まだこのようにつるおろしの実はそこまでね、なり始めてはいるんですが、全体的じゃないですね、まだポツポツというところで、まあ、私のハウスにもちぎり上げは来そうですね。一度収穫終了の時が来そうです。うん、これは向こうからに頼もうかな。ちょっと遠いな。あんまり手突っ込むとね、こういう花取っちゃったりしてね、雌花を。もったいないですよね。取れちゃったりするので、当たってね。当たらないというのはちょっと難しいんですよね、やっぱり。よしよしと。大きいもんな。よいしょ。いいっすね。相変わらずプレストは一ベッド一箱はなってくれてそうです。よいしょっと。ちなみに一ベッド一箱だと、ちょっと私が先ほど、あ、ちっちゃかった、先ほど言った木、キュウリの木一本から実が一個以上取れてるような状態ですね、それは。まあ、なのでちょっとあまり多すぎるのも思わしくないと。ちぎり上げが来るのでね。でそういうのって結構天気とか結構皆さんねタイミングがあったりするので、そういった時にお値段が上がりやすくなるとね。そういったことが起きると、せっかく値段が高い時に実が取れないと。まあ一番はあれですけどね、雨が続いたとか、もうそういう時は高くなりますね。みんなならないので。雨が続くとね、もう栽培方法関係なく厳しいです。はい。やっぱりお天道様にはかないませんね。まあ電球焚いてみるのも面白いかもしれないですけどね。マンゴー農家さんだったかな。いるらしいんですよね。柱に巻きつける LCD、 なんていう LED、 LCD、 なんていうかな、そういうね、シートのライトをハウスのね柱に、まあある程度わからないですよ、その方マンゴーなので全然ねキュウリとは感覚違うと思いますが、そういったねシートの LED を作物果樹とか支柱に貼り付けて、ハウスのですね、まあ、それで雨の日とかの氷を補うと。ただね、これちょっと面白いなと思ったのが、つける時間を長くして、だからまあ要は夜の間もつければいっぱい収穫できるんじゃないかと思ってねやったらしいんですけれども、それだとねやっぱり木が疲れちゃったそうです。なのでね、休憩は必要なんだなとね思いました。だからやっぱりね、どんな作物でもね慣らせすぎはいけないんですよね。その木で作るやつはね、米とかはねほら一撃一回で終わるからいいんでしょうけれども、一回で終わるというのは収穫が一回じゃないですか。ただこういうね木の類で慣らすものは気をつけないといけないんだなというのはね、すごくその話を聞いてて感じました。よっこいしょ、箱を変えましょう。
なんだかんだ昨日より箱を変えるタイミングが早い。あ、昨日はそっか、変えずに向こうまで行ったのか。よいしょ。まあ、昨日水やってますからね。よいしょよいしょ。条件が一緒とはいえ今日の方が太ってる可能性が高いのは確かなんですけれども、よいしょっと、よいしょよいしょよいしょ。ぶっといこいつは忘れ物かな。うん、でかい。よっしょよいしょよいしょ。いいっすね。いや、いいなあ。いいよ君たち、すごくいい、すごくいいです。ありがとう。こんなにいい品種と思ってなかった。だって最初強すぎるんだもんね。ほんとね、すごかったでしょ最初のあの状態。ショート動画でしょっちゅう愚痴言ってましたけどね。ほんとでも適当にプチ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 しておりました。もうあまりにも追いつかないから樹勢落ちろ落ちろと思ってね。樹勢落ちろなんてね、はい、自分が作ってる作物に言う言葉じゃないですもんね。あ、まあでもね、まあ、そうやって気が強い時には本当人為的に樹勢は落とさないと実がつかないですからね。まあしょうがないんですけれども、まあそれが功を奏したのかなとは思ってはおります。あのまま木がずっと育ってたらね、多分本当ただジャングルになるだけで。だからこれをね、ちょっとどう半分、もしね、まあ、やるとしたらまず半分からかなと。やっぱりね、エースはみずほ、やっぱりね信頼があるんでね、シーズン通して取れ続けてくれると。ただね、この果実の見た目、こっちのが全然好きなんですよ正直ね。だからこれがシーズン通してこのなり方をしてくれれば、ちょっと大胆な変更もありなのかなと思っております。ただね、ハウス全体があれ、最初あれになると思うとね、まあちょっとね怖い。だから省力化の一員として水穂を半分入れる、それはいいかなと思いました。はい、ね、一フォロで思考停止しそうになってたので、全てのフォロでそうなったらと思うと、それはね怖いな。ここのフォロだけそれこのプレスタやってますけれども、そんなに気が強いのかとね、面白がってね、祖父母もね笑いながら見ておりました。そんなぐらいね気が強い。初期ね、ほんと初期生育、あとそうなった場合食収量が少ないので、食収量はね全然水穂が多いんですよ。あ、感覚ですよ、測ってるわけじゃありません、感覚です。なのでね、悩ましいな。だからまあ半々だと食収量もねあって、で、まあ、水穂別にスタミナもありますしすごくいいんですけれども、ただね、今の時期を考えるとなってる量で言えばもうプレストの方が多いので、まあまあまあね、まあ、まだ11月ですからね、2月まで収穫続けますので、本当長い、もっとね長い期間でね見ないといけないんですけれども、まあ、一応前半戦はね同等かなと。まあ11月までは前半戦、12月1月が中盤戦で、2月が後半戦、私のね、まあ、1月下旬から2月が後半戦と、大体ね、大体ですよ。はい、そんな感じですけれども、まあ全体的に見てどうかをねしっかり判断すると。で、今ね言及しませんでしたけれどもね、フェニックスね、ダークホースのフェニックス、フェニックスも下の実はねこんなのばっかだったんですけれども、下の方のつるは意外や意外育ってくるとね、
構取れてるんですよ、事実ね。いや、何が大事かって、やっぱ一番取れることなの、ゼミが。取れれば何でもいいんですよね。そう、まあ、収品率はちょっと重要ですけれども、まあ要はもう実が取れてさえしまえばね、いいんですよ。すごいな、本当。ここでこうやってなっててですよ、ちゃんと緑。うん、いいね、プレストいいよ。あのパッケージにもね、収品率の高さが売りですって書いてあるけど、まあそんなね、文言にどんな品種でも書いてあるので全然信じてなかったんですが、確かに収品率は高い。うん、なのでね、今のところね、すごい私の期待以上のね、成果を出しているのがこのプレストですね。別に他の品種が悪いわけじゃありません。期待値を全然越してきたのがプレストということですね。フェニックスもね、今は越してきてますよ。逆に言えばね、フェニックスとプレストでもいいなと思っております。フェニックスはただちょっとね、木が穏やかすぎるんで、樹勢がちょっとね、強くなさすぎるというかね、あまり強くないので今の印象ですけれども、ちょっと怖いんですよね。まだあったかいからいいけど、玄関木が来たらもうそういった品種は本当にならなくなる気がするのでね。と思うとやっぱりね、人がね、奇跡を作る理由が分かりますね。まあ、この辺もね、奇跡という品種を作ってる人が多いですが、樹勢、そしてなり方はね、私のハウスよりね、多分なってます、皆さん。奇跡、まあ、確実になってると思います。最大収量はね、父母のハウス、奇跡を作ってますけれども、かなってませんもんね。平均収量はね、まだちょっとなんとも、今はまだ平均収量もかなってないかもですね。やっぱり適心として仕立ててるのでね、父母の方は。私の方は芯を残してるので、なんだろう、ただ山は確かに少ないです。そのばらつきは少ない印象なので、まあその適心として仕立てながらも、そのつるおろしのね、つるおろしの特性がね、出てきてはいるなと感じております。まあ、これからですね、父母に収量でね、勝ちたいのでね、まあ、勝つには、まあ管理を頑張るだけですけどね、はい、あとはね、管理頑張れば、この品種ね、まあ、私が植えてるいずれの品種も大病性品種を植えてますので、よいしょ、病気になりづらいと。特にね、まあ、去年半分溝半分奇跡でした。はい、確かにね、収量のピークはね、やっぱり去年の方が多い気がします。ですけどね、やっぱりね、ちょっとうどん粉に負けちゃってね、どうしてもうどん粉抑えきれなかったんですよね。予防してもしても再発、まあ奇跡はね、樹勢が強いので、もう先っちょ勝負じゃないですけどね、もう逃げると、この成長点がね、どんどんに伸びていって、で実をつけていって、で古くなった葉っぱはどんどんね、弱って、うどん粉になっていってと、まあ全部が全部じゃないですけど、そういう傾向がありました。やっぱりね、そういうの見てると、結局ね、葉っぱがダメになると樹勢落ちますので、まあだからね、玄関木に向けては葉っぱを取ることをやめるんですけれども、樹勢があるうちは葉っぱを摘んで、樹勢が落ちてきたら葉っぱ摘むことをやめて、備えるということをするんですが、やっぱり大事ですね、このね、でかい葉というか、なんていうかな、どこまでのやつらがどこまで仕事してるかわからないですけどね、この辺がミニ栄養やってると思わないので、なんだろうな、
局その実周辺の葉っぱとは思うんですけれども、もしくは全体的な話なのか、成長段階で何か役割がありそうな気がするんですよね。だって最初の葉っぱって芯ですからね、うん、だから先っちょら辺の葉っぱはね、だいたいこの葉っぱが、ああ雌花がね、いいね、全部雌花じゃん。はい、雌花がなんかの色、こうやって色づいて開くまではこっちの芯の方を応援してるんじゃないかなとかね、なんだろうな、まあ分かりませんけどね。キュウリ喋ってくれればいいんですけど、あんま喋ってくれないのでね。私は植物の声が聞ける人じゃないので。いるじゃないですか、植物と会話するみたいなね。絶対無理だと思ってますので、あれは無理です。よいしょ、もう見て大体で判断するしかないと思うんですけれども、よいしょ、もう絶対無理と言ってもいけないか。そうですね、規定してるわけじゃありません。私にはねちょっと難しいかなと思っております。はい、私ね難しいという意味ですね。いや本当ね、できる人いますもんね。できる人というか、あのなんていうかな、本当そう、そんな感じなんだろうなって。もちろん言葉でね、あいうようで喋ってるわけじゃないんでしょうけれども、なんだろうな、植物の状態を見ながら、あ何が足らない、カニが足らないとかね、本当ねそういう植物のね、植物生理を知り尽くしたようなね、その作物の、そういった人いますもんね。なんかな、結局植物とかね、そういうの一番詳しいのって、あの海外のなんとか部族っているじゃないですか、あのほらインドとか、インドっていうかそういう、なんだろうな、南米の奥地とかアマゾンの奥地とかにいる部族とか、はい、狩猟採集をするようなあの民族の人たち、あの人たちが一番植物だったり動物博士らしいですもんね。めちゃくちゃ詳しいらしいですよ。もういつ頃どのようにどうしたら、 なんていうかな、可食部とか可食部じゃないとか、いつ頃なるとかならないとか、そういうのがね、なんか全てね、しかも口伝でね伝えられるんじゃなかったかな。なんかすごいらしいです。だからね、そういうのを聞くとね、はい、ちょっと私のさっきの訂正ですけれども、植物と話せる人はね、話せるに近い、もうね、なんかな、もうほんと植物をもうね、かなり高いレベルで理解できる人はねいるんでしょうね。もう私にはちょっと難しいなと思っておりますが、よいしょ、できるようになるかな、頑張っていれば。まあ、真似事はしておりますけれども、はい、ねえ、今年も肥料を多くやりすぎて、それがね、裏目に出ております。元気がなさそうだぞ、肥料を与えようってしたらね、それやりすぎだから元気がないんだよというね、はい、悲しいね、はい、片思いですね、私の片思い。はい、ということでね、うん、今日もいい感じ。はい、今ね、一列来て、今日は一箱と一コンテナと半分 1.5 コンテナということで、なんだかんだで昨日より多かったです。はい、まあ水やってるからそんなもんでしょうね。まあ私はね、水やりの頻度は2日に1回、だいたい一ほろ3分ちょい、灌水チューブに圧がかかりだしてからだいたい2分という感じでね、やってますけれども、まあこまめにという感じですね。もうべちゃべちゃになりますけれども、まあ畝も高いし、まあ、人間がね大変な分にはいいかなと。はい、水はやりすぎてもねいいかなって、ね、もうちょっと諦めております。根腐れはしないんじゃないかなと、高畝なんで。はい、ほんとね、この水がこの畝と同じ高さまで来たらね、もうそれはねちょっといけないんじゃないかなと思うけど、まあ水耕栽培という栽培方法があるくらいだからですね、まあ、水はそこまで問題ないのかなというのが正直な印象です。はい、まあなのでね、水はちょっと多めにやりつつで、はい、
でもやっぱりこのね、謎多臭の原因はちょっと難しいですね。何なんだろうな。ほんとね、あったかいから晴れてるから、まあそのあったかい晴れてるっていうのはね、まあ、大体の傾向にはなるんですけれども、それが続いたからといってね、まあ先ほど言った疲れが起こったりね、まあいろいろなるんで、やっぱでもバランスがあるんでしょうね、葉っぱとなるみと。大体何枚の葉っぱ、つるおろしの方だ、何だったかな、一つのつるに10枚は蓄えておくだったかな、12枚だったかな、14枚だったかな、そこ辺のことを聞いた記憶がありますが、まあ、それを適心に置き換えると何だろうなと思いながらね、絶対的に実に対して葉っぱの数が少ないと思うので、適心の場合は。まあ、それが極端に生殖成長に振ってるということだと思うんですけれども、だから摘心はなったりならなかったりのあれが激しくて、そしておそらくね、そのね、激しいから疲れやすくて長期取りには向かないんじゃないかなというのが勝手な予想ですが、まあいろいろ考えながら頑張っていきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、と思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。